311甲状腺がん家族の会の、福島県での初めてのご挨拶になります。本当にこれからよろしくお願いいたします。私どもはこの間福島県で甲状腺がんの検査検診をですね、縮小しようという動きがあることに大変私たちは憂慮しております。この福島民友さんの記事で、その大賀さんという県の小児科の小児科医会の会長がですね、要するに結論的に言うと検査のデメリットも大きいので、縮小する方向を検討したらどうかというようなことを言い、そしてあさって県に申し入れに行くということを表明しております。で、私どもは全くそういう考え方は間違いだというふうに考えています。検診には過剰はない、治療には過剰はあるかもしれないけど、調べる検査自体に過剰なんてありえないんだと。もうできるだけ調べて、そしてそのある程度疑いがあった人にどういう治療をするかというところでやらなくてもいい治療手術をやったということはあるかもしれなくてもけども、やらなくていい検診を受けたなどということはありえない。それは何もなかった、がんがなかったらそれで結構という話で、で、なるべく多くのデータを集めて、そして分析して対策を練って、疫学的にも公衆衛生的にも対策を取って、そしてその中から深刻な症状の人を適切に選び出して治療をするという、でその判断の時に過剰ってことはあるかもしれない。だから、この程度の例えば小さいがんなら手術なんかする必要ないのに切っちゃったっていう、これは過剰治療だと思います。だけど見つけなくてもいいものを見つけちゃった、これは過剰検診だなんていうことはありえない。じゃあ、でところがですね、その大賀先生はですね、検査が子どもにとってプラスになるなら何ら反対するつもりではない、しかしそうではない恐れがあるっていうんですけど、過剰検査のデメリットって何ですかって僕は聞きたいんですよね。で僕ははっきりと 県にも言いました。過剰検査のデメリットは何か、何でもなかった人が、ああ俺5分無駄にしたっていうだけのことですよ。たったこうやってこうやって当てられて、はい大丈夫って言われた時にですね、過剰検査なんだ、俺は何でもないのに5分間無駄にさせられた、それはデメリットと何を値するか、それは保護すべき、排除すべき不利益なのか、保護すべき利益、要するにそういう5分間無駄な5分間を過ごさないということをは保護すべき利益かというふうに真剣に考えるべき。でそれはそんなことはありえないということを私どもは大賀さんにも言いたいし、それから県にも言いました。はっきりと言いました。何が過剰検査のデメリットなんですか。県の課長ははっきりと結局僕の問いにはお答えになりませんでした。いや専門家は過剰検診の不利益があるって言うんですよ、だから対応したんですって言うんです。でもはっきりと僕のたった5分無駄にすることがそんなに大事、排除すべき不利益ですかっていうことをはっきり言いました。それに対しては的確な反論はありませんでした。そして、私たちはさらに今日論争に行くつもりではなかったし、今日も論争したわけじゃないんですけど、皆さんにぜひ見てもらいたいものがあるんです。県は心ならずも、まあ、いわば専門家が過剰診断のデメリットっていうのはあるっていうから、ちょっとそういうことを検討するんだっていうことを言ってるんですよね。でだけどもうそういう方向に舵を切り始めてるっていう証拠があるんです。これがですね、甲状腺検査のお知らせ、最近のものです。これ第3回ですね、第3回の検診に対するについての呼びかけです。それでその3ページ目にではですね、こんなことが書いてあるんです。
今後の甲状腺検査のお知らせが不要である方のみチェックを入れてください。甲状腺検査のお知らせは不要です、こういう欄をわざわざ今年から設けたんですよ。去年第2回までのお知らせには何て書いてあったかというと、検査1回目の受診の有無や検査結果にかかわらず受診することをお勧めいたしますって書いてあるんですよ。これは正しい態度ですよね。少しでも多くの人からデータを集めて分析をして、手遅れにならないように患者を見つけて手術をして、その人を助け出すっていうね、その第一の目的のためにはこのことは絶対に必要なことですよね。それからもう一つはデータをいっぱい取って、そしてそれを分析して、そして今後の対策を立てていくというためには母数は多い方がいいに決まってますよね。だからこの態度は僕は非常に正しい態度だと思うんです。それを何の理由もなくこういうふうに今年になって変えちゃったんですよ。で、僕はなぜ変えたのか大変恐縮ですが教えていただきたいという丁寧に申し上げました。明確なお答えはありませんでした。で、話し合い自体は非常に終始友好的になされて、今日本当にお話し合いをしてよかったと思います。検査が縮小方向に進みそうだというのは非常に懸念をしています。というのはやはりチェルノブイリとかでは5年、まあ、4年以降に非常にその、まあ、子どもさんたちの甲状腺がんが増えている。ある意味では福島ではもしそういう形で増えるとしたらこれからが非常に勝負というか、まあ、これから増えなければどんなにいいかなと思うところなわけです。そこの大事なところでなぜ縮小するのかというのは非常に疑問を持ちます。それからまあその先ほどの小児科医会から の声明が出るという記事もあったんですけども、去年 の7月頃であれば潜在がんがどうしたという話は潜在がんがたくさん見つかっているだけじゃないかというお話も当然かと思います。ただその後8月31日に県立医大の鈴木先生が96例の手術をされた症例のことをきちんと発表されています。あの中では、まあ、8例を除いて、8% でしたっけを除いて、ほぼ 90% 以上の方が決して潜在がんではなくて今手術をして当然のがんだったということをはっきりと明記されています。それを踏まえた上でまた小児科医の方たちはそれをその潜在がんがどうしたこうしたその子どもにとって迷惑だみたいなことをおっしゃるのかなというのは非常に疑問ですので、まあ、そのあたりのことをお伝えしました。県の方にもお伝えしました。要望として検査を縮小しないで拡充してほしいというふうにおっしゃったことについては県は何か言いました？いや返事はしなかったですけど、そんなに否定的な雰囲気でもなかった、うん、でね、こういうこと言ってた、一人目出たでしょ、5歳の、当時5歳の子がね、なったっていう、でこれから、だから、被爆時に1歳から5歳の子どもが、5年経ってそれが発症するとしたら、これからだねと、そこにはすごく県としても注目してるんだと。うん、いうことをはっきり言いました。で、牛山さんがそれならうんと拡大すればいいじゃないですか。で、彼が竹本さんがいや母数は多い方がいいんだからっていうことを言ったことに対して否定的なことは言わなかったですね。だからやっぱり県の職員の人はそういうことを真剣にある意味では考えてるんじゃないでしょうかね。要望書を出されるにあたってですね、ご家族の方だったり患者さんは何かおっしゃってますか？今日に向けて家族会の方全家族に電話なり、あとは家庭訪問して現状とか、そして今日こういう要請をしますっていうようなこととかお伝えして、そして皆さんからご意見をいただきました。その中ではやっぱり今回 の新聞報道で何回か出されている検査の縮小、そのことがとても心配だっていう声がほとんどの家族から出されました。そしてそれを中心に今日も県の方に要望をいたしました。家族の方はどういった意味で心配だっていう。はい、これから増えるかもしれない、チェルノビリを見れば増えるかもしれない、増えるかもしれない中で私たちは診断されて検査をして痛い、そしてむしろ検査をすることによって病状が分かって本当に良かったっていう話をされて、
これからの人が検査をきちんとしないで、もしも、もう自分が甲状腺がんであったら大変なことになると、むしろそのことが心配だと、もっと拡充してしっかりと検査をしてほしい、でそういうご意見が多数でした。一部もっと一人はある人はですね、もっと強烈に申し入れをしろっていう意見もありましたけど、まあ最大多数ぐらいで今日の要望書を作ったというのが実情です。ちょっと大場先生の話なのではですね、がんが多数見つかったという事実だけが残って、新たな風評被害が生まれ、子どもたちを含む県民全体にとって不利益となる可能性もあると。彼はですね、不利益、がんが多数見つかったという事実が風評被害となって、それが子ども県民全体の不利益になるというような表現をしているんですけれども、うん、先生が考えられる、利益不利益ってこうストレートにこうつながるかどうか分かりませんけれども、このがんが、分かった、それについてお答えはですね、徹底した検査をして、そしてがん、の疑いとかがんが発見されたら、それはそのまま発表すべきであって、そんなそれで風評被害っていうのはありえない。それは、むしろこれだけ例えば1000例発見されましたと、だけどちゃんと治療しなきゃいけないような重症は100でしたというふうにきちんと発表すれば、それは風評被害にならない。で、そうすれば、ああそうか、そういうもんなんだなっていうことで、100例手術をしなきゃいけないがんが発見されたっていうこと自体はですね、それはもう絶対に発表しなきゃいけない。それどんな風評被害があろうと、それはしょうがない。もう真実を隠し通すっていうのはさらなる風評被害を呼びますから。だから僕はがんが多く発見すると風評被害なんていう理論はですね、本当に野蛮な抱きすべき理論だと思います。徹底的に調べて、そしてそれをその結果と追跡 の手術の実例とその結果までをきちんとフォローして発表すれば、それは風評被害になれないというふうに思っています。そうですね、前回国民健康調査の中で、受けたい人は受けるけれども、受けたくない人は受けないでもいいというような、議論がちょっととんでもないね、今回大松さんもその件に関して言っていて、学校検査ですね、学校全体でやるその検査の中に、検診の中に、健康検診の中にその補助線検査を入れるということを、見直すというか、そういうことをちょっと触れていたりするんですね。全員を対象にするんじゃなくて、受けたい人、受けたくない人を、ある意味選んでチョイスしておく、自分自身で申告してということを言ってるんですけど、それに関しては何か議論になりましたか。それは今日県も言ってましたが、検査を強制することはできないからうんぬんということを言ってましたけど、当たり前のことです。検査を強制する法律なんかどこにもありません。だからだけど学校検査の場合に受けたくない人まで受けちゃうからっていうのも、それも非常に根拠のない暴論だと思います。むしろつられてみんなが受けるようになった方がいいんです。より多くのデータを得た方がいいに決まってんです、こんなものは。だから隣のやつが受けるから俺受けたくないけどしょうがないから受けるかっていう、その坊やの思いっていうのは保護する必要がないです。それは隣の友達が受けるんだったら一緒に受ければいいんですよ。受けさせる方向に誘導しなきゃいけないんです。それをその受けない自由っていうのはね、タバコを吸う自由と同じです。そんなものを保護する必要はありません。僕はそう思います。そこまでしてください。ありがとうございました。